馬越峠は日本に複数ある峠な、下記をはじめ、全国各所にある。馬越峠は、三重県北室郡北町と大浅市の境をなす峠。標高は資料によって値が異なり、325メートル、340メートル、350メートルとされる。天狗、倉山の西部を越えている。残された峠の石畳道は、約2キロメートル。杉。 ヒノキが林立する森の中を幅一軒半の古道が続く。峠道の頂上には西国33署名所図に描かれた茶屋の跡がある。熊野古道伊勢路の一部で苔むした石畳が続く、峠の前後は世界遺産に登録されている。伊勢路の中では2番目に観光客が多く、2012年は3万1426人が訪れた。 峠道の勾配はやや急であり、観光でウォーキングに訪れる場合は筋肉痛を覚悟する必要がある。地元住民にとっては歩き慣れた散歩道の感覚であり、文字通り朝飯前の散歩に通る人もいる。開通時期は未消であるが、元那九年、官営十二年、聖徳二年とする説があり、奇襲藩によって整備された。ただし、現代も見ることのできる、 江戸時代に整備された石畳の下には、鎌倉時代から室町時代に敷かれた石畳が眠っている。峠道は1888年に海岸沿いを通る車道が開通し、1916年には愛河トンネルと大瀬トンネルが開通したことから利用が激減した。1934年には、帰省東線も開通している。石畳の保存状況が良かったことから、 1973年に、大瀬市指定文化財となる。平成16年台風、第21号が襲来した際は、国道42号が崩落により、通行止めとなる中で馬越峠の石畳道は、びくともせず、大瀬市からの災害ボランティアが峠を徒歩で越えて、宮間町へ向かったというエピソードがある。2021年4月8日、 東京オリンピックの聖火リレーのコースの一部に選ばれ、峠の紀北町側を聖火ランナーが通った。三重、奈良、和歌山の三県で、熊の古道はゆとりを持って歩くことを取り決めているため、峠道では走らずに歩いて、聖火をつないだ。鉄道でのアクセスは、北側が JR 紀勢本線、愛賀駅、南側が道線大和瀬駅である。北町の峠道の入り口には、 三重交通の路線バス、和式バス停が近くにある。自動車で訪れる場合は付近に駐車場が少ないため、紀北町当局は、峠の登山口から約500メートル離れた道の駅、宮間の利用を呼びかけている。馬越峠からは、両線図体に、天狗倉山及び瓶石山への遊歩道が、開設されている。ありがとうございます。